日本代表の中でも層が厚いと言われる女子ダブルスに割って入る新しいヒーローの誕生となるのか、それとも A 代表選手の意地が光るのか、これから女子ダブルス決勝の模様をお伝えします。間を狙っていった、入りました。宮浦のスピード、やはりこの間周辺を狙っていきます。これはもう明確ですね、はい、真ん中に打った方が返ってくる角度っていうのも狭くなってくるので、はい、張りやすいんですよね、前衛でも。なるほど。さあ桜本鈴木が取り返しました。小原が返す、宮浦前、小原の強打が来るか、この強打です。2発少し緩く打ってきた、強打強打、最後は小原強打が冴えました。この体育館の状況をいち早く誰が把握できるかですよね。なるほど、パンツ方向にずっと吹き続けているわけではないという、ドアが開いたりそこで変わったりとかするので、ただレシーブ力はこの宮浦小原ついてきましたね。ただそんな中鈴木の今の動き良かったですね。よく相手を見てました、落ち着いてました、はい、さあゲームポイントになりました。小原宮浦、後ろから小原、小原の強打、これが最大の武器です。粘ります、桜本鈴木の粘り。サウスポーの小原、緩い球からここで強打が来た、間を狙っていきます。21点を先に取ったのは小原宮浦ペアです。小原さやかさん、宮浦れなさん、気持ちいい勝ち方をしたのが、はい、宮浦小原なんですね、その小原です。決めた小原が打っていくがちょっと合わなかったがどうか、なんとなんと4連続得点。こちらもエンドが変わって空調の具合というところですね。そうですね、ただ力のある2人ですから、はい、今早かったですね、宮浦選手よく見てました。今相手のフォームを見ながらもしっかりとここしか返ってこないだろうというところをしっかり見てましたね、宮浦選手が1個前予測してたという、はい、これも強打、今度は小原が前でした。そうですね、2人の今回のテーマは優勝、そして全て出し切るというふうに話をしています。小原宮浦、高く上げて、はい、また行った、また行った、よく見てましたね、はい、いいショットを放っていきました。このガチッと肩に決まった時の桜本選手のスマッシュの威力っていうのは誰も取れないですね。そうですか、はい、連続得点ということになります。9対9、連続ポイント、ここまで強くなったかっていうぐらい、やっぱり今回の小原宮浦は強いですね。目を見張るものがありますか、はい、っていうのはやっぱり強くなりたい気持ちがそうさせるんだと思うんですね。上に上げて、これが小原の強打、最大の武器、見ました、あと1点だ、強打、間を狙っていく、ネットにかかった、大きな声で喜び合いました小原宮浦、21点、2ゲーム先取で
見事全日本の頂点、優勝です。初めての全日本総合制覇、今のお気持ちいかがですか？A 代表と B 代表が出ないって分かった時点で自分たちは優勝しかないって思いながら、ずっとこう危機感とかすごいプレッシャーある中で練習してきて、優勝できたことはすごく嬉しいです。宮浦選手、去年は2回戦敗退、そこから一気に頂点です。このタイトルはいかがですか？はい、1年間本当に負けた後ずっと苦しい中で2人で頑張ってきたので優勝できて嬉しいです。まずはランキング上げて A 代表のトップの方にならないとパリっていうのは目指せないと思うので、まずは本当に大きな目標はそこなんですけど、先のことにとらわれすぎずしっかりランキングを上げていくっていうことを2人でまずは頑張っていきたいと思います。